スタートちゃんとやってください。スタートから今斜めスタートから出てるんで、あれだともう無理です。あのビデオ撮ったんでどれだけ曲げてるかがもう一目瞭然なんで、みんながどれだけ曲げてるか一目瞭然ですから。足元撮ってるんで、うん、やっぱ概念から変えていかないとダメです。あの曲げようとし、結局みんな曲げちゃってるんです。曲げちゃった、ま、あの落下スピードだけなんで、ターンは一切意識しないです。だから背骨がもうすでにスタートに立った時に、背骨がこのポールと同じ角度で同じ延長線で構えないといけないのに、もう斜めからスタートしてる人はまず無理です。まあじゃあ行きましょう。あの分けてスタートしてくださいね。意外とみんなできないもんだね。もうなんていうの、スキーの概念から変えていかないとダメだね。先入観でみんな滑ってるから。